はい、100均グッズで作った浄水器、シリーズ2回目になります。これが前回までに自作した、簡易のろ過装置ですね。で、今回は雨水を飲み水に変えることができるのかどうか、試してみました。雨水を貯めるのに、自宅に、薄いタンクとかないものですから、2階から落ちてくる雨どいの一部を外しまして、バケツに水を貯めてみました。幸い、豪雨が続いたので、4時間ぐらいでこのぐらいの水が溜まってましたね。で、実際ですね、これちょっと見にくいんですけど、屋根の上とかから落ちてくる水になりますし、雨どいも、普段からそんなにきれいにしてるわけじゃないですので、バケツの中にはいろんな藻とかゴミとかですね、こう浮遊物がたくさんあります。ちょっと色もね、かなり黄色い感じ。このまま飲むことはもうちょっと考えられない感じなんですけど、まずはですね、このような形で自作のろ過装置を通してみようと思います。まずですね、こんな風に下から出てきた水を見るんですが、もう1回目で、目に見える大きなゴミは、当然なくなってました。そういう意味ではですね、とりあえず当たり前ですけど、大きなゴミは、取り除くことができると。ただですね、一回ろ過しただけでは、下から出てくる水はですね、なんか色もですね、ちょっとこうくすんだというか濁ったというような感じがしますし、立った泡がですね、すっと消えないのもかなり気になる感じですね。それでちょっと2回目、この1回ろ過した水を使って繰り返してもう一度ろ過をしてみようと思いました。今容器にこれいっぱい入りましたね。で、これが2回目の結果の水です。1回目よりもですね、さらにこう小さい、粒のような浮遊物もなくなった感じはします。ただこの泡がね、やっぱ消えないし、無色透明かというとちょっと微妙に濁ってる感じがするので、3回目さらに上から入れて、もうキリがないので、今回はポリ容器の方に回収してみました。この自作のろ過装置についてなんですけど、明らかに目で見て分かるようなゴミとか浮遊物は取り除くことができるんですけど、どうしてもですね、それ以外の細かいものはですね、除去するのは難しかったと思います。バクテリアとかウイルス関係はですね、ろ過装置でどうにかなるとは思ってませんので、横井庄一さんの本を読んだ時にも、サバイバル極意書ですね、必ず煮沸をして飲んでいたというふうに書いてましたが、私も真似をしてしっかりと煮沸、沸騰してから5分ぐらいですね、この平式飯盒で加熱してみました。ではですね、こちらがその雨水をろ過して煮沸した水です。こちらは水道水、普通の水道水ですね。色的には微妙に やはりですね、なんかこっちはちょっとこう、なんか黄ばんでるというかですね、微妙ですね。こちらは水道水、水道から汲んできた水なので無色透明なんですね。これ無色っていうとちょっと語弊がある気がしますね。飲んでみようと思います。これですね、50cc ぐらいしか入らないんですけど、こちらに入れて、飲んでみますね。ちょっとまずは普通の水から、普通の水です。味を確認しつつ、普通の水道水の味です。ではこちらですね、雨水の方です。雨水ですね。色からしてね、微妙
微妙なんですけどね。 50cc です。あ、思ったほど悪くないですね。あ、もっとね、もっとなんかこう緑臭いというか生臭いかなと思ったんですけど、なんか味的にはそんなでもないですね。本当に蒸留水、味のない蒸留水の感じで、若干なんかろ過剤、炭素ですかね、ろ過剤の味はしますが、これ多分全然コーヒーとかでもいけますね。匂いもないので割といけますね。はい、まあいけたので、合計 100cc2 杯飲みました。うん、まあ、思ったより良かったです。ただね、この後お腹痛くなったりしたらいけないので、動画を公開するのはちょっとね、しばらく経ってからにしようとは思いますけど、まあそんな結論ですね。バケツに汲んだ時はですね、そのバケツの溜まった水を見ると、なんかたくさんですね、やっぱこう雨どいから落ちてきた水なので、まあゴミなのか藻なのか、なんかセンムシのようなね、1センチぐらいの細いなんかミミズみたいなものもいたりして、うわこれは飲めんなと一瞬かなり思ったんですが、まあまあいけますね。これだったら非常時は全然問題ない気は するような気がします。ちょっとね、色がね、なんかちょっとこう黄ばんでる気がするんでね、そこが気になるんですけど、まあそんな結果です。はい、ということで、自作のろ過装置でも、まあ、目に見えるゴミは、除去できるなということは分かった次第です。